だってこの前俺が北海道でなんかゴンドラかなんかの映画のイベントやった時も、中学生がお父さんと一緒に来てたんだよ。そんでお父さんに、が寄ってきて俺に、いや加藤さん、息子が加藤さんのようになりたいってずっと尊敬してるみたいで、今日本当に会えて嬉しいです、加藤さんって素敵な方ですねって言われて、俺普段さ、おいてめえクソババアこの野郎、おめえや様子が腐ったようなクソババアがやみたいなこと言ってんのに、俺どの面下げて父兄に、で父兄持参で来るのやめてくれない、父兄持参で来やがってさ、写真撮っていただいていいですか、息子と俺と父親と、もうそれで俺は一生懸命生きなきゃいけないなと思ったんだよ。すごいわ。あ、すげえ。ゴンドラの親子で来た14歳の子供です。話題に出してくれてありがとうございます。お父さんが加藤さんの配信を見れなくて悲しいです。最近離婚してお父さんと暮らしています。マリーなんか、ここまで今来たら勢いで読んじゃったよ、チキシは。おめえ父ちゃん大事にしろよ、お前。あの超父ちゃんめっちゃいい父ちゃんだったんだから。読んじまったじゃねえかよ、おい。お前、どうすんだよ、それ。お前の顔、俺忘れてねえぞ、鮮明に。お前、立派に生きろよ。俺言ったよな、あの時。おい、うんこちゃんの放送もほどほどにして、一生懸命勉強して、いい大学行けよ、つって。頼んだぞ。読んじまったんだから。離婚、さっきのやつ。離婚は小学生3年生の頃、パパの浮気が原因でお母さんと暮らしていたのですが、お母さんが再婚することになりました。読ませるなよ、お前あんないい父親だと思ったのに、おめえの親父浮気してんのかよ、おいふざけるな、僕の心、マジか、お前じゃあいい、俺のことパパって呼んでいいよ、パパのリーンでな、お前俺のことパパって呼んでいいよ。やべ、14歳のやつから見に来た。パパありがとうございます。大好きですって来た。悪くねえ。家族を持つってのみんな。俺おめえらとバカしてられんのも今日までかもしれねえ。パパありがとうございます。大好きですって来た。家族を持つってこういう気持ちなんだろうな。おい。あったけえ。なんか。あったけえわ。